ね。はい。そこからこの画面になるわけですね。そうですね。あれで受信したものがこれになると。道路脇のガードレールとかですね、雪に埋もれている状態でも自分の位置が正確に分かることによって、ガードレールを壊すことなく、除雪が進められるという利点が持っています。